じゃあお願いします。焼けてますね。いや焼けてるよ。なんかすごいですね。今日もそうじゃない。いやいやでも腕太いですね。まだね。とかまだねとか太なってません。いや 太ってるんだよ。あ太ったら腕が太くなるタイプですか。いや分かんないけどそうじゃないか。いや今日思ったけどめちゃくちゃ太いですね腕。いや昔から太いじゃない腕は。でも鍛えてるわけじゃないでしょ。別に鍛えてはない。鍛えてないのにその腕すごいなあ。すごい。まあじゃないとやっぱ野球選手に慣れてなかったよな。細かったらやっぱ小さくて小力があるやつっていうのはいいじゃない。小力ありましたもんね。小力はあった。そうですよね、うん、ボールもよく飛んでたし練習ではねお前に言われたんだよお前この話また言っていいの。もうみんな飽きてるでしょ。もう飽きてる。もう飽きてるね、はい、いやいや新潟でな、はい、忘れもしない。また行きますね。9割5分ホームラン8割場外うおーうおーってまた気分良くなってきました。まだまあ今日はね、はいはい、今の野球と昔の野球の違いということで、はい、すごい俺はこう感じることがあって、はい、であっちゃんなんかはまだユニフォーム脱いで何年だっけ。3年です。3年しか経ってないでしょ、はい、で昔俺らを教わったのはさ、例えばボール2になった次のボールっていうのは負けてたら絶対打つなと。待てですね。まだ、うん、だからワンストライク取られるまで待てと、はい、どういう状況であっても、はい、今の野球って積極的に行くじゃない。だから、ね、今はね球種が多くなったから初球からスイングしていくっていう風なのがね、うん、それは主流というかもうワンストライク目から勝負かけるみたいな感じの野球ですよね、うん、僕らも教えられたのはその待てのサインが出なくたって待つだろうという風なのを前提にみんな見てましたよね。それはホームランバッター以外。いや例えばさあてなんかこうコーチやっててサインとかそういう決め事ってなかった。いやもちろん待てのサインもありますけど、うん、例えばそのホームランバッターにね3ボールから打てのサインって打てのサインが出るというか待てのサインが出なかったら打てですよね。打っていいってことですから。そうそうそう。けどやっぱり状況によってね打っちゃいけないっていうことはやっぱ僕らも言ってましたし、それはサインが出ようがね出まいがねそこっていうのはやっぱこの感じてもらえるような感性がなかったらちょっときついですよね。まあ例えばさ、はい、な打順何番でもさ、はい、カウント作るとかあるじゃない、はい、まあクリーンナップはないにしても他の打順を打ってる時にエンドランのカウントを作って監督を誘導さすっていうかさそういうことってあったじゃない。多分おそらくそれエンドランがね得意なバッターとかいるじゃない。いやそれもちろんエンドラン出したいとか、うん、今のはあんまりそういうふうなことをあんまりやらないですよね。やらなくなりましたよね。いやそれでいいのかな。いやもちろんね野球っていうふうな野球あの競技の流れの中で好投手に初球からどんどん行けって言ってね3球で終わってもいいっていう考え方をするのか、うん、少しでも球数投げさせて5回6回にね球数増えてきた時にやっぱりチャンスを作りたいと思うのかっていうふうな違いじゃないですか。それをどう思う。僕はどちらかというとそっち派です。あのだからその2ボールからなんていうのは2ボールとか、まあ、3ボール1ストライク、うん、で状況によって、まあ、特に下位の先頭バッターとかね、まあ、接戦のゲームの、まあ、そのゲームあの終盤であったりね打ってもヒットっていうバッターっていうのは僕はもちろん待った方がいいと思います、うん、てか待たなきゃいけないと思います。じゃあ俺がね最近感じるのはやっぱ野球はあまりにも変わってきてて解説やっても当たらないんだよ。でもさここで動いてくる必ず動いてくるっていうさ根拠があるのに動かないとかさやっぱりこうだから今もう2番最強論であったりね前も言いましたけど、まあ、二遊間は打つより守れるというふうなことが、うん、まあ野球のスタイルだったんですけど、うん、最近は多少のエラーをしてもね、うん打てるというふうな選手をやっぱり使うようになりましたし、ちょっと2番最強論にしてもやっぱりこのバンドで一つアウトを上げるのはもったいないような、うん、だから そういう考え方か、だから一緒じゃないですか。その2ボールから打ってアウトに なるのか3ボールまで粘ったってアウトになるのを一緒のアウトやと一つを考えるかね、そこに至るまでに3球4球投げさせてアウトを一つ取るのかっていうふうな話じゃないんですか。まあそりゃそうだけど、その野球が古いのか新しいのか、はい、野球もやっぱこう変わっていってんのかっていうのをさ、いや変わっていってるでしょ。いやそれは確かに変わっていったのは分かるよ、はいはい、変わっていってるのは分かるけど、
例えば昔の人の方が要求がきつかったじゃない、制約があったじゃない、はい、バッターに対して、はい、だしその後で打ったら怒られましたよ。怒られたでしょ、お前何考えてんだって、ってで打球方向も言われたでしょ、お前どっちに打ってんだって、お前引っ張れよみたいなさ。今日はそのサインが出なくても3ボール1ストライクからね、うん、そんな振りに行くような、そんな風な、特に終盤、うん、負けてる時先頭バッターっていうのは考えられなかった。初球は打たないよね。打っちゃいけなかったですよ。いやだからそれどっち、俺ね、例えばその確かに球種も増えてピッチャーの投球っていうのは、はい、早く振りに行かないと初球からどんどん、はいはい、なかなか捉えられないよ、はいはいはい、それは分かる、はい、分かるけど、やっぱそういう技術をちゃんと教えてやってるとさ、打席に余裕が生まれるわけじゃない。そしたら1球ぐらい待ったっていいわけじゃない。そうなんですよ。なんなら1球見てで、あ、大体このバッテリーは今こういうふうな組み立てをしようとしてるなっていうのを1球を見た後に組み立ててたじゃん、頭の中にバッターとして、はいはい、でも今はもう何でも来いみたいな感じでしょ。そうですね、まあ、じゃないと打てないのかね。だから今はまあそのね、まあ、技術が上がってきてるっていうふうに言われてるますけど、どっちがバッターがですよ。やっぱりそれはあの球速が150キロ超えるピッチャーがボンボン出ると、うんうん、ただそれはね、僕何回か言ったことあると思うんですけど、スピードガンが昔とは違うってことです。で昔の140キロの投手はもう今150キロと見ていいぐらいのスピードガンの前からこの誤差というかね、昔性能というんですかは違うと思いますよ。じゃあさ、バッターの技術っていうのは確かに向上はしてるかもわからないけども、昔とそんなに変わらないだろ。バッターの技術ですか、うん、だって3割バッターが昔よりも確実に減ってるわけだから、その一つにやっぱりあの厳しい大学を攻めないってことです。それ大きいと思いますよ今は。はい、それなのに3割バッターが減ってるわけだよ、はい、今言ったように、なんて言ったらいいんですかね、これは。でもなんかね、まあ頭冴えてないだろ今日。ちょっと冴えてないですか。そう、キレが悪いな。キレが悪いですか。みんな昔はこの職人というふうな感じやったじゃないですか。今はもうアスリートですよね。だからそのまあ勉強でもそうですけど、こう高総集全てでやっぱりこう平均点っていうか、全てうまくいくような選手が増えましたよね、うん、昔はこのまま守備だけとか打つだけとかっていう風、だからそういう風な、だからこだわりを持った選手が昔の方が多かった気がしますね。うん、なんかね、教えられてないんじゃないかなっていうような気がするんだよ。例えば打ち方にしたって、それを打つために時間を割して練習するとかさ、はいはい、なんかやらしてないよね、本当にしっかり教えてんのかなっていうところが見受けられるんだよね。でもね、豊さんだってね、うん、そんなバーテンで教えてもらいました？いや、教えてもらわないな。でしょ。でも、うん、できた人はそうなんですよ。多分できた人っていうのは1言えば4とか5分かってね、うん、それは4とか5はもともとの力があって、そこにちょっとしたヒントを与えてもらったら、うん、7、8になるから、ある程度のボールに対してある程度のこうアジャストできていくわけじゃないですか、うん、でも今はそのフルスイングすることがいいとかで、あまりにもそのアジャストできない子が増えたような気がしますね、うん、だから振る力というのは昔よりついてると思うんですよ。いや、あるよね、はい、あ、ボールも飛ぶしね、はい、いや、だからそれはやっぱりしっかり教えてやった方がいいんじゃない。でもある程度教えても、まあ、できるできないってのはその子のセンスってのはあるでしょ、まあ、素材があるから、ね、はい、教えてないことはないと思いますけど、まあ、野球が変わったっていうことじゃないですか。野球が変わったのか、やっぱり人間的に変わっていったのか、時代も変わっていったということですね。だから中学高校大学と、うん、やっぱり僕たちの時と全く違うじゃないですか。まあな、だからその指導法も違うし、うん、その選手の気質の環境が違うから、もうこれはどうしようもないじゃないですか。そう、もうだいぶ疲れてる、なんかお前だいぶキレがないわ。キレがない今日、まあ、今日キレがない、なんかこうおっとり親父みたいな感じになっちゃってる。すいません、なんかすいませんじゃないから、なんかこうまんまにポローンドローンとしてる感じがするよ。大丈夫ですよ、本当に。やっぱ俺らが若い時にもう考え方古いんだよとかなんとかっていう感じの解説者って、はい、まあ、いたじゃん、はい、なんか俺もなんかそういう風になってきたのかなと思ってさ。
今なんかこうすごく正しいことをやれば、はい、勝てるんじゃないかとかそう思っちゃうんだよね。しっかりした野球進め方、そういうものをしっかり教えていけば勝てるんじゃないかと思うんだけどさ、みんなね、そのまあ監督のやりたい野球があって、うん、それはまあもちろん違って当然ですけど、今さっき何回も言ったその2番バッターに昔出たらバンドとか、うん、カウントなんてエンドランなんていうふうなことが最近少なくなったじゃないですか。まあ少ないな。だからまあこればっかり難しいですね、うん、まあ本当にキレがなくてすいませんでした。